はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第60弾やっていきましょう。で今回問題11問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、必要なとこだけね、確認してみてください。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それじゃあ画面下げますのでお待ちくださいよ,よしゃあこの動画はね皆さんが見てるのがタイムリーに見ていない方ももちろんいるんでね自分が今からあの気温のこととか話してもピンとこないとは思うんですけど今日ですね最近ずっと寒かったのに急に今日20度を超えるっていうね あの寒暖の差が激しくなってくるとかなり体調崩しやすくなったりするので本当体調管理気をつけてあの勉強ね頑張ってくださいでまずね1番から参りましょうまあこの辺はサクサクっと、えー、ここでまあポイントはここかマイナス括弧マイナス7マイナスマイナスになってたらこいつをプラスに変える代わりに後ろの符号も変えますと巻き込まれてねだからマイナス5プラス7になるから計算すると2と。 で、次ですね。これ、カッコの中と掛け算が外にある状態なんですけど、一応、えー、と、計算のルールで言うと、カッコの中身先にやってねっていうルールにまあなって、もちろんそれでやってもいいんですよ。これを、えー、12に通分して、中を計算してかける12ももちろんいいんですけど、まあこの場合だったら、分配法則を使った方が、このかける12を、こいつとこいつにそれぞれ配ってあげる。 っていうのが楽だと思います。そうすると、まずこっち。1 4分の1かける12。つまり4分の12ですね。なので、約分すると3になります。後ろ、まあ、マイナス書いておいて、3分の2かける12すると、これも約分。3と12が約分されて、残ると8なんだよね。計算すると。8。だから3マイナス8になるから、マイナス5で。これで終了でございます。 もちろん括弧の中ね先に通分してやっても構わないんですがこの場合は分配法則の方が個人的には早いと思うのでまあどっちも使えるようになっておいてください。いいかなそうするとテストであ受験本番の時とかに1回目普通に分配あ普通に計算してやったからじゃあ2回目違うアプローチ違う、えっと、解き方をやってみてで答えが一緒だったらさかなり安心感ありますよね。 なので、複数の解き方のルートを持っておくのはいいことなので、まあ、ぜひぜひ覚えておいてください。ほんでもって3番ですね。まあ、よく出てくるパターン。掛け算と割り算。足し算引き算が入ってないパターンね。で、これは、前2つを掛け算計算して、その答えを割る 2x に移動してもいいんですけど、自分はこれ一気にやるのが好きなので、長い分数の棒を書いてしまいます。で、最初、こいつは上に来る。これ1分の 4x だからね。無理やり書くと。こうなってる。 ま、1って書く必要ないから、4x が上に来ますと。で、こいつだけ気をつける。5分の 2xy。この xy は上にくっついてるからね。上。5分の。つまり、5は下に来るんだけど、2xy は上に来ます。こういう感じ。で、えー、ここも、もともとは1分の 2x2 乗なんだけど、割り算の後ろの分数はひっくり返すんだよね。掛け算にして逆数になるから、 2x2 乗が下に来ます。で、1はまあ書かないでおこう。意味ないからね。で、あとはこれを一気に約分していく。2と2。で、x が2つで、上も x が1、2個あるから、まとめて消しちゃいましょう。こうやって。で、あとは約分できません。残ったもの、丸つけてみると、5と4と y があります。で、5は下だから、5分の上が 4y。 これで OK。まあでもあれだね。y は横に書いた方が綺麗なので、ちょっと失礼。5分の 4y と。これで正解となります。で、次は計算。またね、計算なんですけど、この括弧ありますよね。くっついてるんで、これ展開していきます。で、公式使うこともできるんですけど、もしね、 みんなが受験本番の時に、あれ、公式が出てこないってなったら、もう無敵の技の全部がけを使ってください。全部がけです。つまり、えー、こいつとこいつ、こいつとこいつ、そしてこいつとこいつ、ちょっと上行くよ。こいつとこいつっていう。4回全部かけるんです。まだ絶対間違わないから。それで計算すればね。いいかな。で、じゃあ今回それでやってみようか。 マイナス 2a と 2a 計算するとマイナス 4a2 乗マイナス 2a とプラス3でマイナス 6a3 と 2a でプラス 6a3 と3でプラス9もともといるプラス9忘れないでねこうなるとでマイナス 6a と 6a は消えてしまうのでこれまあ18先書こうかあ順番どっちでもいいよ18マイナス 4a2 乗とこれで終了です でもし公式使うんだったら、みんながね、これに近い公式は、知ってる公式はこれです。カッコ X プラス Y、カッコ X マイナス Y です。これ。で、これさ、Y と X の順番変えると、まあ、こうなるんですよ。書き直すとね。Y プラス X マイナス Y、しょっしょ、プラス X。こうなる。今この状態ね。前が、えっと、左側の、左側の部分がマイナスとプラスで符号が違う。逆になってるけど。 マイナススプラスで違うとで後ろは同じものプラス x プラス x 同じになってるでしょでこれってえ計算したら入れ替えただけだから同じですまあ公式はこうなんだよねでこれも書き直すとね順番を変えるとただこうなるだけだからそれでやると、えー、マイナス y 二乗でしょ左の二乗だから 2a だからマイナス4 a 二乗で右は今3だからさ二乗するとプラス9でもともといるプラス9だから こううなっってて同じですよねっていうこれに関してもどっちであのアプローチねかけても構わないので公式に気づけなきゃダメってわけじゃないからね。だってもしまあないけどさないけどこの問題を途中式をちゃんと書きなさいって途中式書いた上で解きなさいってなっててもこれ間違ってないから公式使ってないけどもし 公式を必ず使ってなんていうね、まあ。絶対出てこないけど、そういうタイプが出てきたらこれはまずいかもしんない。全部掛け使ってるだけだから。だけれども、まあ問題ないからさ。もしみんなが展開、あ、なんだっけってなった時は全部掛けを使ってください。こうやって。無敵なんで。時間かかるだけだから、こいつは。そう。いいかな。じゃあ次5番ですね。ルート行きましょう。で、ルートはよく自分が計算するときに、こういうふうにね、中、えっと、変形できるものは変形してってよく言います。 例えば、ルート24だったら、これ2ルート6に直せるんですよ。こいつ2ルート2、こいつ2ルート3に直せます。先に直して計算するっていうのが基本的なやり方なんですけど、これに関してはしなくていい。しなくていいです。なんでかっていうと、ここ、まあ割り算と引き算なんで割り算先ですよね。計算のルールは。先やりますと。これ、ルートって割り算は中計算できるんですよ。2 4る8って。 だからこれ、えっと2、2ルート6等って直さなくても、いきなり2 4る8だから、ルート3って直せるんだよね。計算できちゃう。のが絶対早いよね。この場合は。で、マイナスルート12はさっき言った、これ 4×3 だからさ。12がね。で、4っていうのが 2, 2の2乗。つまりこうなってるわけ、今。で、2乗がな,なったら、2乗のこのアイテムを使って、こいつは外に出てこれる。つまり2、2ルート3に直せるから。 つまりマイナス二ルート三とでまあ外をねこう一隠れてるから一マイナス二するとマイナス一ルート三まあ一は書かないんでマイナスルート三でこれで終了いいかまあこんな感じでで六番ねこれなかなかまあこれ今回のもね実際の受験問題なんですけど百五十を素因数分解しなさいっていうすごいシンプルな問題なかなか見ない。 そう、ただただただ素因数分解してっていうのは。でもなかなか見ないからこそ、急にただ時テンパるかもね。受験本番。気をつけてね、みんなね。普段だったら絶対解けるのに、その緊張感、受験会場のね、それに、えっと、飲まれてしまって、あなんだっけっていうのは、まあ起こり得るかなと思う、まあ。気をつけていきましょう。で、素因数分解っていうのは、自分はこれで書く人なの。こうやって。多分ね、学校の先生によっては、こうやってやっていく人もいるんだよ。あ、まあ、教科書もあこっちかな。 こうやって枝を分けていくやつ。で、どっちでもいいからね、書き方は。答えは同じになるから。じゃあ順番こっちでいくわ。で、150を、えっと、できる限り少ない、あと小さい数の素,え素数で割っていきます。例えばこれだったら2だね。2で割ると、その答えを書いていく。75。で、次2で割れないんで、じゃあ3で割れないかなってチェックして3で割ると。そうすると、えぇ、ー、25。まだいけます。で、えー、2でも3でも割れないんだけど、次の素数は5ね。4は素数じゃないから。 だからこれ5で割ると、えー、答えが5になります。で、この書き方は、ここに素数が出てきたら終了です。終了。だからもう終了ね。で、どうするかっていうと、外側の部分と最後のこの5、ここを全部掛け算で繋げたものが素因数分解。こうです。こういう状態。 で一応今回ねその都道府県のやつはこれでも「丸って書いてあったんだけどまとめてね「5」が2個あるからきれいな書き方は 2×3×5 が2個あるから5の2乗って書きます。いいかなこれで正解。で、えー、次が9番じゃなくって向こうだったごめん7番だね。 え、連立方程式行きましょう。で、連立方程式は、まあ、解き方が2個あって、加減法ってやつと代入法ですよね。で、普段は加減法を使います、自分も。えっと、自分が普段、普通に解くときも、加減を使うんですけど、これまあ、y イコールにしてくれてるから、まあ、代入のが楽かなと思います。まあ、計算してね、加減法に持ってってもいいんですが、今回は代入法で行きましょう。つまり、y イコールってなってるよね。でもう1個の y の部分に、 こいつを代入してねっていうのが代入法ですだから入れますで 6x ここね 6x で気をつけなきゃいけないのがここマイナスだから絶対カッコをつける代入するときはでカッコカッコなっちゃうからこれ先に計算しておきましょう分配でこれ 4x プラス8だよね4配ると入ってるからあーギリ見えるかな 4x プラス8だからそれをカッコの中に入れます で、えー、マイナス10とこれ代入法ね。であとはこれマイナスを配るとマイナス 4x マイナス8になるからあとちょっとまとめましょう。そうすると、えー、2x イコールマイナス2となるので2で割ると x イコールマイナス1。つまり x はマイナス1とあと y だね。で x が出たのでまあ上の式か下の式どっちかに入れます。代入法に関しては基本的にこうなってる。 y イコールとかなってる式に入れた方が楽だねなので x にス1入れましょうここです入れるそうすると括弧の中が −1+2 なんで1になりますつまり 4×1 ねだから y は4ですはいこれで終了いいかなであのしつこいですけどこのねシュシュシリーズ見てる方はもうしつこいって思うかもしれないけどまあ思ってる方はさ染み付いてることだからいいことなんだよ 何かっていうと、連立に関しては答えが合ってるかどうかのチェックができます。今出た答え、マイナス1と4ありましたよね。それを上と下の式にそれぞれ入れてください。まあ上に関しては今これ代入してるから、まあ成り立つとは思うんだけど、例えば下です。x のとこにマイナス1、y のとこに4を入れてきます。えマイナス1入れると6、6× マイナス1なんでマイナス6。ここに4を入れるから、マイナス4イコールマイナス10って式ができました。えー、イコールの左、左辺と、 右辺は同じ数字になってますかこれなってんだよね。これ計算するとマイナス10だから。マイナス10とマイナス10なってるから、これ上の式に入れてもちゃんと成り立つんだけど、左辺と右辺が同じになれば、絶対にこの答え合ってるから。いい。なので、そのチェックができるって大きいよ。受験の問題で。普通ないから、合ってるかどうかチェックできるなんてね。まあ、もちろん、えー、みんなが本番の時の時間との相談にもなってくるけれど、できる限りやってください。これは。 1>, 1週目じゃなくてもいいから、全部終わった2週目とかの時でやってくれればいいから、ぜひね、受験本番でもやりましょう。で、8番でございます。数量関係なね、100円硬貨が A 枚、50円硬貨が B 枚ある時、ちょっとややこしくて、これらをすべて10円硬貨に両替すると C 枚になると。 で実はですね、自分が解いた後までやってね、一応解けたんですけど、解いたやつと答えに書いてあるアプローチ違くて、え答えのがね、何倍も簡単だった。あ、確かにと思って。だそっち紹介する。その後自分のやつも言うけど、いいかな。で、えっと、まず、100円硬貨が A 枚で50円硬貨 B 枚あるじゃんか。そいつらを全部10円玉に両替したらまあ、枚数増えるよね、当然。10円になってるから。でもさ、両替してもお金の値段変わらないじゃん。手持ち。 10円玉に両替したらさ、俺手持ち1000円増えちったとか絶対ないでしょ。だからそこの関係を使って、100円を A 枚って、値段っていうかそのお金にすると 100A 円だよね。100円が2枚あれば200円だし、5枚あれば500円でしょ ?A 枚あれば 100A 円じゃん。かけ算して。同じように50円が、え、なまった。50円が B 枚あるから、それは 50B 円あるわけですよ。 で、それが、十円玉が C 枚になっていくから、イコール十円玉が C 枚。終わりです。なぜなら持ってるお金のその値段は変わらないから。そう。で、一応ね、ここのまあ都道府県、あの、これでも OK らしいです。自分はこれは10であの割んなきゃまずくないかなって思っちゃう人なんだけど、一応これでも丸って書いてあった。ただ、えっ、ー、と、全体をね、10で割ることができるので、 一応自分はこっちで書きますね。10A プラス 5B イコール 1C になっちゃうから C にしておきましょう。こう書いておきます。これで終了。で、自分もアプローチは違うんだけど、ここには来たの。で、どう考えたかっていうと、自分は10円玉にするじゃないですか。10円玉に。枚数の方でちょっと勝負してって、最後に、えっ、ー、と、こっち。ちょっとカッコつけちゃいますね。これ、 C 枚、10円玉があるじゃないですか。C 枚。で、全部10円にしちゃおうと思ったの。全部10円に。そうすると、100円玉をここ先に両替すると、100円玉が10円にすると、10枚できるじゃないですか。だから、ここ、10A なんですよ。まあ、あるからいいか、この。100円玉を10円玉に変えると、10枚もともとできるから、枚数としては 10A なんだよね。ここの、10円玉の枚数が。 でこっちも一緒50円玉両替すると5枚できるからああ 5B だって思ったの10円玉の枚数で考えるとだから10円玉が 10A 枚足す 5B 枚できるから全部で C 枚だよねってやったんだけど絶対こっちのが簡単だったねちょっと気づかなかったこれは。いいかなまあアプローチはどっちでも構わないと思うんですが、まあ、こんな感じでやってみてくださいで次9番いきましょう え、この無作為に取り出すってやつですね。え、なかなかあんまりこうがっつり学校でやらないことも多いんですけど、結構受験では見ます。この小問集合のところで。で、自分のやり方はですね、今回、もともとちょっと、えっと、一応テロップ出しておこうか。問題文。出して簡単に説明すると、箱の中に白い玉がいっぱい入ってたの。イメージして、白い玉がいっぱい入ってる。そこに黒い玉を100個入れたのね。最初の白の数分かってないです。求めたいんで。 そのだけど、黒は100個入れた。混ぜた。そこで。混ぜましたと。で、そっから、34個。玉いっぱいあるんだよ。34個無作為。つまり、あれ、白がいいなって選ぶんじゃなくて、ランダムで34個選ぶんだろ。そしたら、えー、黒が4個入ってたと。じゃ、その結果から、もともと白何個あったんでしょうねっていうのを考えてっていう問題です。で、自分がやるのは、表を考えます。表。で、あの、別にガッツリ書かなくていいんだけど、 今回って、白玉と黒玉が出てきますよね。登場人物、人物じゃないけど。白と黒。で、必ずそこに俺全部っていうのも入れます。でも全部っていうのは白と黒を足したものね。いい、これを考えていく。で、まず最初の段階、その34個取り出す前の段階で言うと、白何個って、これ求めたいんだよね。最初に何個入ってましたかって,って求めたいから X っておきます。 で、そこに黒は100個足しましたよね。だから全体は当然 X 足す100個になってるはずです。ってのまず書き出しておくの。で、次に、次に、34個取り出したら黒が4個入ってましたっていうのを考える。で、それを隣に書いていくんだけど、俺は。その34個を取り出したら、それが今全体になってるんです。 無作為に34個取り出した34個っていう全体ワールドになってるわけ今、今。その中で黒は4個でしたよって言ってる。まあ、当然白もね、書いてないけど30個って言えるよ。34-4すればいいから。いいんだけど、これだけにしておきましょう。そうすると何ができるかっていうと、ここ。数字が4個揃いましたよね。黒と全体の欄で。だからそこあと比例式っていうと比の式にしちゃえばいいんです。 どうやるか、とえっと、横でも縦でもいいんですけど、横でいきましょうか。百対四イコール。エックスプラス百対三十四ってやります。つまり。百対四イコール。エックスプラス、え、百対三十四です。い、え、こう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 です。これは縦でもいいって言ったのは、百対エックスプラス百イコール。 4対34ってしても大丈夫です。なぜなら比例式解くときに同じになるから。それは構わないんだけど。で、あとは比例式はなかなか外外で掛け算したら終了です。いいで、まあ、このままやっても、まあ、ちょっと出なくなるからいけるっちゃいけるんだけど、まあ、いっか。本当は、この左側。100対4って左側だけで割り算できるんですよ。つまり4で割ってもいい。この2つを。25対1って変えてもいいんですが、ま、あちょっとなかなか外外でいきましょう。 つまりままりず中々ここですすね掛け算しますだからちゃんと書くと4括弧 x+100 プラス100となりますイコール外外掛け算すると3 4る1 0 0だから3400です配ります 4x+400 プラス400なっててそっち持ってくるとマイス4 0 0だから一応3000になってますとで全体4で割ると3 0 0 0る4なんで750これで終了 だっって求めたかったのは X だもん、ね、なのでえー、っとまあここのね正答にはちょっとおよそ書いてなかったんだけど一応およそ書いておきたいここはおよそ、えー、750個とこれで終了ですいいかなでまあ気づいた方もいると思います今はこう書き出したらこの表だったからこうないやこれやったじゃんかさっき言ったようにここさ今30ってわかるんだよね 34-4すれば白は30個でしょ。だからここでやっても構わない。ていうかこっちの方が楽です。x:30=100:4 対,30イコール100対4っていうのが楽だよ、計算としては。でも同じ答えになるからさ、どっちでもいいんだけど、ひとまずこういうふうに、登場人物は基本的に2個です、この問題は。2個。今回は白と黒です。そこに全部っていう、混ぜたものを入れる、表としては。 でそれを書き出してって揃ったところ2箇所使えば比例式作れるからこういうふうにやってみてくださいさああと2問いきましょう次えっと半球,か、えー、とー半球つまりヘルメットですねこういう感じつまり球まん丸のボールを半分にスパンって切ったやつ半球 で、まあ、表面積よう出てきますね体積よりは表面積の方が出てきます引っかかるからここはでもその前にもう公式を知らないと手も出ないんですよここはでいきましょう9の表面積表面積ってあれね周りだよ周りの面積のことなんだけど9まん丸の9だったらえー、4πr2 乗ですこれが公式ですちょっとここ膨らましておこうか 4πr2 乗 r は半径ね 4π かける半径かける半径が公式になってます。で、今半径6って書いてあったから、まあ、公式通り入れると、4π かける6かける6なわけです。いいただしね、ただし、これは9全部です。まん丸のボールだったらこれでいい。でも今半分にしてるんだよね。スパンって。だから当然表面積も半分になるから、2分の1をかけておきましょう。こう。で、これ計算すると、えーと、72π か。 って,言ってこれを変えて×を食らうっていう表面積はねこのパターンがえっと王道の引っ掛けです王道の引っ掛け引っ掛か,かんないよねみんなねでこれ何でかっていうと表面積っていうのはつまり表に出てる面積です表面の面積だからねつまり見えてるところの面積全部足せよと言ってるんですよで今求めたこいつは何かっていうと俺が多分これ縫うと分かんなくなっちゃうからイメージしてヘルメットあるじゃんヘルメットその上のここだけですここ ここの面積を出してる。それが 72π で。え、それでいいじゃんって思うかもしんないけど、違うんだ。切ったことによって、下に円が出てきてる。スパンって切ったところ。そこ見えてるからねあ。それも足さなきゃいけないっていう。で、これを忘れちゃう。で、これ、まあ、図で書くとわかりにくいけど、スパンって切ったのは円です。円。で、円の面積っていうのは、まあ、小学校でやったけど、半径かける半径かける3.14でしょあ、3.14、うそう。π だ、ごめん。 今半径同じく6だから 6×6×π なんでここ 36π なんです。円の面積は。だからその 72π と 36π 上のこうトゥルってなってる部分足す下の木って出てきたところ足せばいい。で π はね両方くっついてれば足し算できるから 100π 平方センチメートルと。これで終了でございます。 いいかなでえっ、ー、とせっかくなんでね体積の公式も覚えておいてください9ね9の、えー、体積表面積は 4πr2 乗です体積は、えー、使う数字は3分の4です3分の 4πr3 乗です3乗これが、えー、体積9のねの公式になります 体積はねちょっと長くなって申し訳ないんだけど、まあ、せっかくなんで覚えてて体積をもしこの9を半球切ったものの体積だったら普通に公式使って割る2でいいのだって単純に体積ってこのまん丸を半分に切ったら、まあ、単純に半分になるじゃんここの面積見えるから足さなきゃとか出てこないんで割る2すれば OK なんですけど表面積はこの切ったところが出てくるっていうところで引っかかるのでまあ公式をねまず覚えてほしいっていうところもあるんですけど解き方も是非覚えておいてください さあラスト参りましょう、えー、Lm 平行ですここね Lm って平行でございますであともう一個が AB=AC なんだよねここ同じにしてるじゃあその時、X、求めなさいっていう問題でまず、えー、とポイントとしてはここねここがまず2 8度になりますこれは体長頂角だから2828 28同じになるまあこれはいいと思う次だよね わざわざ AB と AC をイコールにしてるってなんでかって、この三角形、ここね、二等辺三角形ですねってことを使えって言ってるの。辺をわざわざ一緒にしてるのは。で、二等辺三角形っていうのは、ここ、今28使ってますけど、三角形全体で180度だよね。28使うと、引き算すると、あと152度残ってます。ここの二つを足すと152度なんです。で、 二等辺三角形は、ここ、同じ長さの下の部分の角度が一緒になるから、こいつを割るにして76なんだけど、それがそのままここの角度になります。76度。こいつも76だし、こいつも76。いいで、あともう一個は、えー、わざわざ平行にしてるからね。平行にしてるってことはもう、錯覚か同位角使ってねって言ってる。で、今、 まあこれ多分アプローチ何個かあると思うんだけど、ここの角度、ここ、と、ここの角度一緒です。なぜなら平行な線でここでシュッってやってるから。じゃあここの角度いくつって35と28足したら、えー、63度か。だからここ63度。なんだよね。で、あとは、ここ X でしょ全体は180度だから、180度。 から、ら、ととをを足したた、度度が、ここれれ引い答えとなります。いいかなまあみんなもねもちろん分かっていることだと思うんだけどわざわざ長さ一緒にするとか平行にするってそんな使わないものを書く必要ないからね問題文に書いてある情報っていうのは必ず解くために何かのヒントを与えてくれてる。 今回の長さが一緒だったら、もうあ二等円三角形のね、特徴を使えってことなんだなって、平行があったら、今本来同位角でしたけど、同位角とか錯角を使えっていうことなんだなと思って、ぜひね、解いてみてください。 では、えー、今回はね、11問とちょっとね、ボリュームがあったんで長くなってしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、えー、できなかった問題とか、不安な問題だけで構わないので、その辺はしっかり復習して、もし、えーじ、みんなが類似問題をね、受験本番とか出た時にきっちり取れるようになってもらえたらと思います。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。